Moitius! Moitius! ジアンのゲーム実況始まるよ。今回は6初見実況、博多座の地下から現代の IDA PS2 RETR をレトロゲームになります。モフおじです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからちょい古や最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。さあ始めましょう。小浜ももっさんとジアンです。本日もよろしくお願いします。天外魔境3涙 PS やっていきます。前回は一物を変化場で倒して、でその後次に佐賀城まで行きます。佐賀の国行きましたね。で、佐賀の国は砂漠に支配されてる感じですね。佐賀とは見えぬ砂漠状態ですね。鳥取にいるような感じですかね。天外魔境2の鳥取にいるような感じですね。まあ、外出ると、あれですね。なんかあれですね。名前ちょっと忘れちゃったんですけど、女性のキャラですね。なんか浴衣を着てた女性のキャラが出てきて、まあ、おそらくあれが、今回のボスになるんじゃないかなと思います。で、ぐるーって回って、今いるところが、これ、博多ですね、博多。うん、で、博多で、今回博多の、博多座でしたっけ、そうですね。ここの地下に行くってところから、なってるんで、まあ、早速やっていきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。あれ？この辺から行けたような気がするんですけど。で、ここっすよね。スポンで、地下へ降りますか？はい。だからこっからはエンカウントするんじゃねえかなと思います。ちなみにレベル上げとか一切やってませんで、まあちょっと、しばらく他のゲームやってたんで、まあ久々ですね。久々ですけど、まあやっていきます。つって、久々って言っても1週間ちょいぐらいですかね。あの、さすが、じゃ、これレベル上げもできそうですね。おっと、歌舞伎と大きな文字が書かれている。隅の方に小さな文字が書かれている。歌舞伎、その形、その段取り、忘れビーカーズ。形と段取りを忘れるカーズ。歌舞伎っていう文字を覚えとけばいいんですかね。それとか、まあ、パッと見わかると思いますけどね。形を覚えとくっつってんの、色とか覚えといた方がいいんですかね。緑、紫、オレンジ。もうわかんないね。とりあえずはこれでいっか。はい。整備しに行った。ロードしたばっかがいい。あ、ちょっとこれ早速あるわ。これがカーですか。すりゃいいんだ。ああ、はいはい、入れ替わりましたね。で、ああ、来た、だからあんじゃねえか。いいし。じゃあ次、武でいいと思うんですけど。で、技をね、全然覚えてない状態なんですよね、確かに。いう感じでやっていこうかな。息もいい。で、涙に関しては、いいか。攻めていきましょうか、とりあえず。やっぱでかいの倒せねえかな。強いね、こいつ。ジャンプギー。ほい。
や、あれで倒せねえのかよ。めちゃくちゃ強いじゃん、こいつ。この野郎。よし。もう一回やって倒しちゃおうか。うん。まあ、あとはどうとでもなっちゃう。いやー、追放ターンか使ってもいいと思うんですけどね。でも、こいついると思うんだよな、この先。握っぺ大変じゃあ。2回使っちゃった。いやー、これは間違えた、これは間違えた。臭いよ、2回かけて。なんとかなりそうですね。俺も気になるけど、いけないか、いけないっすね。ダメ。キーですね。で、どうすりゃいいの？でっていう感じですね。だから。黒曜石、ああ、こんなとこに3つも手に入ったわ。これであれ作れますね、体力の。確か。アクセス。生命のおもちゃでした。これ乗りゃいい。わー、なるほどね。はい。面白い。ちょっと一周回ってみるか。それぞれ行ける場所があるっぽいですね。一番近いとこから行こう。だから。いやー、もうまた出てきたよ。いや、強えんだよ、あいつら。出てきた。しかも封印やってきやがった、うぜ。おっさん、そこ来た、そんで。あ、わかった。ここで遊んで、ここで。200くらってんじゃん。混乱してんの？勝手に動いてるな。全員混乱してんじゃん。いや。いや、ちょっと待って、そっちも狙うんかよ。オッケー。いやー、もう回避しないとダメっす。よし。OK、ナイス。いやー、まずこいつ倒そう。いやー、もう火とか使ってきてるもんね。あ、さすがに。待っててお願いだから。いや、いいっすね。天外魔境は声がついてるんで。いや、声ついてるんでいいっすよね。はい。チーム。いい音のする飾り。おっと、これは何に使うんだ。ダメだ。いやー、もう操作間違える。久々すぎて。
まあ判定用じゃねえけど。あ、つながってるだけ？あ、じゃあここはもう正解か。おっさん全然見えねえ。あ、そこにあるね。行き止まりかな。あ、宝発見。下が正解かな。甘露が。ドゥンドゥンドゥン。ああ、そういえばあれですね。天眼の鏡3は2005年なんで、青の天眼より先っぽいですね。だから本当にこれが最後の天眼の鏡ですね。っていう認識でやっていきましょう。青の天眼先やった方が良かったかもしれないですね。でもナンバリングを先に終わらせましょうか。してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。あー、間違えた間違えた、今のは間違えた。クワーッ。技の状況見てみましょうか。久々なんで。涙は全部終わってるはず。涙は全部終わってる。で、一応はまあ、いや、火の印終わってんだ。火の印以外ですね、じゃあ。そっか、火の印は終わってんのか。で、新しいの覚えてねえんだ。で、牛ボタンなんでも OK。圧勝が一番良さそうですね。貝殻、素材っすね。じゃあ左行ってみましょうか。うわ、さらに分かれてるわ。いやー、ちょっとこれ正解引いちゃったね。さっきか。繋がってんのか。ドゥン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 。ほい。いや、使わないです。ゲチリます。いや、一応は、どうしよっかね。まず、はめて、はめて、で、泣きまねとか。まあ、いろいろでもいいっすね。あと、合唱がいいですね。ナムナムナム。ナブリ。よし。いいっすね。どんどんレベル上がるね。あれ、経験値稼ぎやすくなってきてるね。演芸場あたりから。どっかで詰まるとは思いますけど。あれ？これ進行じゃん。いや、こっちが進行でした。あ、さ、あっちは宝か。よいしょ。立ったどうなる？いや、こ上がんねえだろ、さすがに。やめとくか。呪われてるオチでしょ。あった。
さっきのとか正解っぽいですね。いいでしょう。うん。タイヤの粉に使うんだよ。いや、粉なんで一時系のやつだと思うんですよ。あ、運が上がるのか。だからタイヤなのか。なるほどね。よし。これボスがいるんだと思うんですけど、どんなのが出てくるんだろう。着いた？いや、まだか。ああ、来たね。歌舞伎だね、これ。これは歌舞伎でしょ。いやー、二つ道あんな。ちょっと行こう。あ、外した。早速外しました。戻れる？いやー、外すと落とし穴なんだ。なるほどね。で、最初からか。あ、よくよく。じゃあもうこっち行くしかねえじゃん、道。あ、だから。ちょっと舞台衣装か。舞台衣装は確か誰か持ってたような気がするな。何だじゃん、これ。あ、上がるね、上がるね。あ、大衆じゃなかった。純白の舞でした。こう上がったりしないですかね。あ、上がるね。腐ったと思う。うわぁ、怖い。怖いね。すっかり腐って壊れたって書いてある。じゃあ、あと後回しにしよっか。怖すぎる。一応やってみましょう。落とし穴かな。あ、まあそうです。じゃあ、あそこ右と上しかないんだな。ブー。で、キーでしょ？いやー、二つあんじゃん。あ、あれ？なんでそこダメだったんだ？よくわかんないっす。歌舞伎で合ってんじゃん。あ、セーブポイント。あ、ってことか、着いた。なんでこんな中途半端なとこでセーブポイントなんだ。じゃあ今回は、3番。いや、ないっすよね。こっち行くしかねえじゃん。いやー、二つ道あんな。まあ、こっちでしょうね。ドゥン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 目玉くん持ってるんだよ、貯めとくか。うん。いや、一応運が可愛い、可愛いっすよ。よし。いやー、どっちだよこれ。いや、同じ歌舞伎でもダメな場合があるのが嫌ですよ。向きか、向きも気にしないといけないってことかね。よし、オッケー。
いやもうセーブポイントは全く怖くないです限界しますから。仲間呼ぶんかい。混乱してんじゃん。するとほっぺたを噛まれます。意地悪です。よし、鉄落としたんですか。ああ、なるほどね。文字が微妙に違ってる場合があるのか。なるほどね。それで落とされてんのかな。形を見ようって言ってたもんね。すっぽん三丁目。よいしょ。ああ、枝になってる。だからな、なるほどね。いや、これちゃんとよく見ないとダメっすね。もやもやしたと。おっと、来た。ちょっと待って。いやー、これ呪われてんのかな、もやもや。いや、これ合ってますよね。宝。宝？宝？ちょっと待って。宝あるんですかね。いやー。騙された。完全に騙された。宝に。いや、そこだけ宝にしとくんじゃねえよって。くそ。いや、拾い王子トラップっす。完全なる拾い王子トラップだよ。って書いてる。うわぁ、全外れだよ。全外れ。最悪だ。いや、そっちならこっち落ちるか。か、かで落ちる。くそ。いや、いや、当たりがねえのに。ジムを変えてくんじゃねえよって。合ってますね。ことをここまでは合ってますね。こっち次下かな。下のか。で、どうですかね。うん、き。ひらがながあるよ。これ二つとも合ってると思うんですけどね。下以外、ああ、上以外。うわ、何も入ってないなんと。まあ、多分どっちも合ってると思うんで、こっち行きましょうか。よし。で、か。うわぁ。いやぁ、ちょっと待って。左はないになってんな。ってことはこっちか。あれ？ちょっと待って、さっきのとこ戻ってきただけじゃねえけど。あ、違うわ、違うわ。あ、じゃあ、ここでいいのか。うん。え？
いや、ちょっと、ここに来んのかよ。いやー、間違ってんだ、やっぱさ、あの、下のとこ行かねえダメなんだ。いやー、こう通れるかな。川です。あー、こう一周して、次に部に行くってのはありなのか。あ、そうですね、それありだな。なるほどね。あー、それは、そういうやり方でいけってことか。こんなとこで頭使わせられない。どう見てもあれですね。ここあれですね。ボス、あの、強ボスがいる場所じゃないと思う。何々城みたいなとこじゃない。さっき、あの、前回出てきた足元兄弟は何のために出てきたんでしょう。なんか悪さしてるんですよね。まあ、なんか協力してんだよ、敵が。あ、混乱してるよ。ねえだろうな。出て出て出て。あ、オッケー。よし。こい、こい、こい。あ、間違えた。もう。おい、いやー、300いってよ。いやー、何気なの混乱の攻撃痛すぎるんですけど。敵と同じぐらいの攻撃力があってほしいんですけど。起き上がり。試しに V 行ってみましょうか。いや、どっちだろうね、左かね。わかんねえもんな。あ、でもここになっちゃうのか。そうっすね。いやー、じゃああそこ右行ってみましょうか。ここに来んのか。あれ、でもこっちって何でしたっけ？宝じゃないっすよね。あ、いけた。
行けました。OK。 こう着いたかな。おーい、カラクリシのザエモンドのおらんか。ギエモンか。ギエモンドの、ギエモンドの、はて、ここにおるはずやが。あ、セーポイントあんじゃん。なんか研究してるんですかね、これ。誰もおらんよ、ゾン。待ってください。何かいます。セーブ、セーブさせずに、ボスだよ。ああ、でもボスじゃなかった。ダコだった。モフおじです。窓を開けるともふさんが整理してくれるので、安全ですね。いや、まあこれだったら普通にやるか。よし。よし。よし。合唱。オッケー、終えた。いや、数多いな。めちゃくちゃ数多いわ。バカじゃねえけど。あら、封印食らった。合唱覚えたんですね。覚えるのか。センス覚えていいと思うんですね。覚えねえなぁ。合唱、げんこつ。来たね、げんこつ。ノッキンで名前が。技の名前がノッキンでいいわ。しかし、すごい部屋じゃな。この散らかりようは。ギエモンさん、ギエモンさん、ギエモンさん、どこへ行ったのかしら。おーい。ん？ん？壁から声がしたぞ。なんだ、化け物はどうした。大丈夫だ、わしらが倒したぞ。お、来たね。いや、助かったぜ。ありがとうよ。意外と普通のおっさんだった。俺は市村義衛門、カラクリ義衛門って呼ばれてる。突然化け物が襲いかかってきやがってな。この隠し扉の向こうに隠れてたんだよ。あなたがギエモンさん、
無事でよかった。ちっしょう、金持ち王子の野郎、化け物までよこした。なるほど、金持ち王子がやったんだ。一体何があったんですか。俺の弟市村出雲はつくすじゃ名の知れた歌舞伎役者だ。うん、ある日金持ち王子から太宰府へ来いってお達しが来たんだが、誰があんなゲス野郎のところへ行くもんかと断ったら、奴ら舞台の真っ最中に弟をさらっていきやがった。なるその金持ち王子とは一体何者じゃ。中央から流されてきた子役人よ。太宰府に居座ってやりたい放題さ。中央の目が届かないのをいいことに庶民から金品を巻き上げ私腹を肥やしてる。挙句に人さらい、化け物までけしかけるとはとんでもねえ野郎だ。ああ、だが人間が化け物を操るなんてそんなことができるのか。そこが俺も腑に落ちねえのよ。最近の太宰府には変な噂もある。何でも異国の女がやってきて、そいつと金持ちが組んで何か企んでるってな。なるほどね、まさにあいつ。あいつだ。なんじゃったか。シャンネ。シャンネか。そうだ、そのシャンネが太宰府にいるんじゃ。ナミダ、太宰府へ行ってみようぞ。消えねえんだよ、砂嵐で。頼みがある。弟、俺の弟市村出雲を助けてくれねえか。涙。わかった、ギエモン殿、助けよう。ありがたい。じゃあこれを持ってってくれ。お、太宰府裏門の鍵。おう、どっかから入れるってことですかね。太宰府天満宮は昔俺の爺様が設計したんだ。うん、その時の資料を見つけてやっとこの鍵を複製したところさ。それがあれば天満宮に入れる。天満宮に入れる。よし、涙、太宰府に乗り込むぞ。そこのセリに乗ってくれ。そうすれば一気に舞台まで戻れる。ショートカット。優しいね。気をつけてな。優しいね。ショートカットなんだ。弟頼む。いや、珍しいですねこのゲームにショートカットなんだ。これで回復できんのか。そもそも法政市場に戻りますか。はい、上から下に降りれんじゃねえのか。一方通行。まあ一方通行っぽいなこれ。あ、いけるんだ。なるほどね。はい。まあ、宝とかが逃してたらってことだ。あら、人いたのにいなくなってんじゃん。もしかしてずっとこの BGM のまんま、すごい。クリアしねえダメってことだな。太宰府。もっとなんか出てきた。違うか。いや、その太宰府天満堂って普通に行けるんだろうな。別に言いますけど。いや、本当はもっと探索したいんですけどね。左の方を探索しよっかな。あれですね、いおりを探したいっすよね。
いや、すげえなこいつ。もうこういう時は使っていい。いいっすかな、弱点。なんでしょうね、いいっすか、やっぱり。いやー、いいっすか、だるいっすね。防御高いの試そうと思ったんだ。アシスト。いやー、もういっか。モクさんとオジアンです。現在生配信は Twitch、アーカイブや動画は YouTube、モクさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。よし。祈りあと3回です。一括はまだまだ。セットしましょうか。原骨。通常の威力の攻撃、あ、攻撃プラス崩し、いいですね、原骨。いいですね。それ系なかったんで、ちょうどいいですね。ドゥンドゥン。銀行ワンモア銀行ふい使ってるしいけるんですかね。あ、ダメだ。山がありますね。なるほど、いけねえようになってるんですね。銀骨。ガッツ。はい。覚えちゃおうか。一回でいける。よし。瞑想を覚えた。ヒムクリの舞を覚えた。二つ。舞ってことあれですかね。必殺技ですかね。回復がね、かなり優秀なんで、
変えたくない感じはするんですけど、エンティ持ち次第ですよね。まあ、基本的にボスの前にセーブポイントあるなんも気にしなくていいような気もするけど。うん、そうですよね。非属性攻撃プラス。技、あ、これあんじゃん。技回復じゃん。あ、オッケーオッケー。いいの来たね。いや、素晴らしいですね、これ。めちゃくちゃ技持ちいいじゃねえか、このゲーム。あった。ありました。ないな、わざ使えるようになってるし。いや、優秀すぎだろ。次元骨の、泣きまね。ごめんなさい。一回泣きまねの。ごめんなさい。こう。ごめんなさい。やべこ。いやもう一回ちょっと。倒した。うん。いってないっすね。さあ、今回は何でしょう。突然だけど、お前、生爪を剥がしたことがあるか。いや、ないですね。じゃあ、わかんないかもしれないけど、爪の内側の皮膚ってものすごく弱いんだ。ちょっとだけなら剥がしたことありますね。ちょっと触っただけでも、皮膚って普段守られてるものとその内側は弱い。俺の守ってる巻物は、まあ言ってみよう。相手の生爪を剥がすような実際。ドンケン、ああ、攻撃力、防御力下げるやつですね。はい。ドンケンの術は敵全体防御力を下げると、何かたい一滴も押し押しのパワーだ。使うときは敵の生死を、爪を剥がした後、ツンツンとついてる図を想像するといいんで。まあ今はですね、あくまで移動に関しては、風のボス使えようと。まあでもこの地域から出始めは、うわぁ、ちょっと待って、洞窟あんじゃん。これあれかな、左のとこに繋がってるんですかね、もしかしたら。小屋がある、ちょっと寄ってみましょうか。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。あと2回です。ゲージマックスだったのに使い切った。ダンジョンだったらまだ行かなくていいかな。金山、
ここは金山、足元様が管理する。うわぁ、足元兄弟かよ。管理されてる山で、最近金が取れたって言うじゃないか。俺も掘ってみようかな。いや、もういいよ。ずっと京都にいるよな。昔この山ではたくさん金が出たそうで、それで金山と呼ばれるようになった。しかし今はまあせいぜい頑張るんだ。こんな錆びえたとこに現れるんだよ。絶対稼げねえからよ。この山はかなり奥の方まで鉱石を埋まってるって話だね。あの連中はそれを知ってこの山を手に入れたんだろう。まあでも金だったら儲かるよって言ってるんですね。ここは宿屋っぽいですね。泊まっとっか。扱いやすいっしょ。魔法寺です。40代になってもそこまでシワは出てきません。変わったといえばも土産に白髪が生えてきたぐらいですね。芸能人見ると50代ぐらいでシワが増えているように見えるので、そこら辺になったら要注意ですね。セーブとかそこまで時間かかんねえって。このゲーム。あ、いるわ。いますね、足元。おや、涙の対象じゃありやせんか。いやね、最近この金山を買い足して掘れば痕跡が出るお宝目の山さんすよ。どうです、大将も一丁掘ってみませんか。重量で掘り放題。さあどうぞどうぞ。わあ、これやるべきなんかな。やってみるか。じゃあ金山に入る。涙入山料。毎度階段降りると採掘できる場所がありやす。それじゃあこのつるしを持って行ってらっしゃい。しょうもねえんだろ。こんな儲け話になるわけねえだろ、仕事が。いる、早速いますね。いや、もうお帰りで。いや、ちょっと待って、まだね。なんか、いいアイテムが手に入るのかもしれないっすね、これ。こういうところってことは。いや、俺、あれ、西側に繋がってんのかと思ったんですけど、全然違うっぽいな、これ。これですかね。銀を掘り、あ、銀掘れんじゃねえけど。あ、一回だけ？あれしかも、これ以上いけねえじゃねえか。金は掘れないっす。さすがに金は掘れてないっす。しかもエンカウントしやがったっす。ちょっと動いただけなのに。あ、なんか出てきた。なんか出てきた、変なのが。逃げる。ピチじゃねえよ、この。金食い。金盗んでいきたいっすよね。いや、それとマジやめてほしいんだけど。結構倒したら良さそうっすね。いや、強えなぁ。あ、通常投げだ。よかった。いや、怖いっすね。金食いとか言ってるんで。いや、強くねえか。また逃げるタイプでしょ、どうせ。最後。オッケー。ダリーだけだ。金、来た、取れたね。あー、取れるんだ、一応。どうも取れる。あー、すごいっすね、ここ。いや、もうめちゃくちゃ優秀じゃん。いや、いいっすね、ここ。いやー、これ、巨大稼ぎができるっていう感じですかね。まあ、必要になったらいいかもしれないですけどね。金の確率はめちゃくちゃ低そうっすね。あ、鉄も取れるんだ。全部いけんじゃん。まあ、足元兄弟がなんか言い出しそうっすけどね。まあ、言い出しそうなんで、そろそろ一回戻ってみましょうか。おや？金以外も持っていますね。とか言って回収しよう、しやがるんで。
大将、何や大将、勝手に出てもらっちゃ困りやす。この山から出るとき、一言声かけてほしいです。もう出たね。おかえりな、500両。ほら、来たよ。ほら、入山料払った大将、これは下山料でやんすよ。下山料払ってもらわなきゃ、ここから出すわけにはいかないでやんす。うぜえ。いやー、じゃあもっといっぱい取っときゃよかったっすね。うぜえ。いやー、500は持ってんなー。まあ、金があったから行くか、今は。うん、大丈夫っすね。だから5000とかじゃなくても。本当に金とか欲しくなったらもうあそこでガンガンやっていればいいっすね。思ったよりは良心的だった。どうしよっかな、あの、太宰府いつまでど一番近いところに行きたいんですけど。あれ？ここなんかあるの？これなんだ？あれなんだ？ここ、ここでかいのあるんじゃねえか、こんなとこに。あ、ここは太宰府だ。あれ？ちょっと待って、じゃあ、竜巻でしたとか違うんですかね？うん。まあ、いっか、ついたかな。この先は太宰府天満宮だ。学問の神様を祀る神聖な場所でして、つくも有名なんだ。でも今は金持ち王子が住み着いて贅沢三昧。あれじゃあ天満宮じゃなくて金満宮だよ。俺様の言葉はわかる。そろそろ混乱回避の飾りを作ってこといいぞ。何を組み合わせればできるか。たまには猫の手を借りずに自分で探せよ。嫌だよ。いやいや、それは教えてくんないと無理だよ。いや、地域で解くなんて無理だって。まあ、確かに若干持ってるけど、まあ、いった。安いから。ああ、そうだ。装備試すの忘れましたね。いやあ、もったいねえけどやるか。いやあ、やらかしちゃったね。これはあれか。やんねえといけねえのか。めんどくさいっすね。あ、いけるわ。いけたわ。重みできそうなやつないっすよね。これとか売らない、売りたいんだよ。そうっすね。この辺売っちゃっていいんだよ。どうせ分解できないんで。呪われてるんですよ。銃はあれっすよね。あの、メガネの女の子っすよね。横山さん。ちょっと待ってね。
と飾りで霞石あとですね、レイちゃん。ああ、もうこれ買っちゃってもいいですけどね。いやー、でも攻撃サービス下がっちゃうのか。難しいっすよね。いやー、4に上げてもこれでもいいかもしんないっすね。そこまで下がんないんで。いやー、でも金一気になくなんな、これ買ったら。いやー、かなり悩みますね。モフ王子です。結構雑なタイプの人間だとは思うのですが、朝夜のも3度半を上げるのを忘れたことが今のところ一度もありません。奇跡ですよね。剣と銃どっちかに迷うな。いや、いつ出てくるかわかんないですもん。銃買ってもいいんですけど。出てきてから買った方がいいっすよね。普通に。太宰府に参拝すること昔から財布詣でって言うんだ。でもさ、こんだけ物価が高いと財布も、空っぽやでって感じだよ。期間限定。柚子胡椒売ってるわ。今、いくさん15個あんのか。いや、です。クロス衣装持ってきたのか、もちろんくれるんだよ。うわー、急に言ってきたよ。いやー、あげたくねえなー。あげるか。もうありがとう。これで眠りの石が作れる。木材クロス衣装して水で眠り石ができるんだ。必要なんですかね。眠り石って自分に呪われてるやつじゃないってこと。じゃあ一応持ってきましょう。眠り石。眠り石に関しては、木材、噴水晶、水。これで今日からぐっすり眠る。実は俺不眠症じゃない。一応ぐっすり眠る意味なかった。呪われたって構わない。眠り石、やっぱ呪われてんじゃねえか。いや、こんなの作る機会ねえわ。なんとか石は基本的に呪われてますから。いや、ちょっと待って、広いね。端はどこだよ、これ。か。太宰府の地下に大きな水源があるのよ。金持ち王子はそれをみんなに解放すれば、この国の水不足も一気に解消するはずよ。ああ、誰か彼を説得してくれないかしら。オッケー。あんたで本当に甘いよね。太宰府名物、梅ヶ枝餅より甘いよ。水不足だからこそ、奴は水を独り占めして、博多の商人に高く売りつけてんだよ。なんで博多は微妙に、博多の商人は微妙に潤ってって。ははは。またが買ってるんでしょ。私は、館中に使えるものが、金持ち王子様は昔はこれ、それほど悪いお方ではなかったはずなんだ。しかし、異国の美女が出入りするようになって以来、王子は人が変わってしまえた。なんか洗脳されてるっていうか、操られてる感じなんですかね。うん。最近生卵がものすごい勢いでなくなるんです。一日100個とか200個とか。あれ全部金持ち王子様が食べてるのかしら。そんなわけないよね。まさか。その女じゃないですか。女がもしかしたら卵は大好物なんですかね。なんかの化け物だと思うんですよ。と金持ち王子、水がなかったら俺たち農民はどうやって暮らすんだよ。ああ、こんな砂ばっかりなだけ一体何を育てるって言うんだよ。
ダサイフまともかと思ったら、普通に滅んでますね。お父ちゃん、うちでお酒を飲むと口、仕事の苦情ばっかり言うんだ。文句あるなら直接言えばいいのに、そしたらすぐ仲直りできる。爽快薬。OK。金持長寿はこの通電隊を監督するために中央から派遣されたはずなんだ。だけど、皆の目が届かないのはいいことに、ろくに仕事もせずにやりたい放題だ。許せねえな、この野郎。検討して懲らしめてあげないと。いや、もう井戸とかあるのに水が汲めないってことだ。金持ちはこの筒を監督するために中央から派遣された偉い人なんで、実は女関係で問題を起こして作戦されたって噂もあるけど。そうなの、ね、女癖は悪そうっすね。ああ、偉い人何言ってやる。偉い迷惑な人も間違いだろ。あいつが来てからこの騒は散々だ。ちょっとその中央と偉いのに右遷させる。え、右遷なんてことはない。細かくいちいち右遷だ。左遷でしょ。もう水不足で頭おかしくなっちゃったんですね。ドキ、このお店の商品全部高くてびっくりしちゃったわ。ドキ、なんだよドキって。ドキ鎧だ。出すんだよドキ鎧。いやー、たっけー、買えねえ、くそ、くそたけーよ。いやー、高いっすね。サンキューね。ちょい敵が金くれればいいんですけどね。結構時間かかりますよね、あれ全部買うってなったら。梅ヶ谷餅は餅粉と、米粉をとこねた生地で、パンを包み、梅印の型を入れて焼いた餅じゃ。しかし水袋の影響で品切れじゃ。ああ、早く再び味わいたいものじゃ。まあ、売ってないんで。風の動きしか売ってない。いや、もう風の動きしかなかったの。かやって言わないっすから。本当に一服しかできねえ。金持ち王子はこの奥の天満宮に住んでる陰険な面してやろうだぜ。俺たちが招き上げた金で、毎夜毎夜、宴会騒ぎだったという。嫌になるぜ。OK。まあ、裏側に回るって感じですかね。どうか、どうか水を分けてください。わしは水がなきゃ生きていけんのじゃ。このひどい砂嵐の上、水がなきゃ俺たち干上がっちまう。おい、聞いてるのか、役人さんよ。やかましいぞ、お前ら。下がれ、下がれ。今すぐ立ち去らんと捕らえて牢屋行きだぞ。もうそれ言われたら何もできないっすもん。お前、金持ち王子から要注意人物にしてたと涙ってやつに似てるな。かかると牢屋にぶち込むぞ。さあ、とっとと帰れ。この先やってに新鮮なる太宰府天満宮。金持ち王子さんの許可ないのは一歩も通さん。大丈夫です。裏から行きます。という感じで行けばいいんですか？ん？おっと、バレた。なんか出てきたよ、なんか出てきたよ、なんだなんだこいつらこれあれ、足元兄弟じゃねえのかな、ここにいるけど。違うのか。ちょっと一番後ろのやつ怪しいなって感じした。金髪だった。なんと美しい女子たちじゃ。つぐみさん。うん、つぐみですよ、多分。一応とも。今なんと、あの一番後ろを歩いていた女の人、つぐみさんじゃ。なんと、わしには分からんかったが、なんか理由があって来てんですかね、それ。ええ、変装していたけれど、確かにつぐみさんでした。つぐみさん、どうしてこんなところへ。
もし本当につぐみ殿だとしたら、別府で一葉殿を助けたかと思えば、今度は金持ち王子のもとへ。つぐみ殿は一体何者なのじゃ。火の一族関連だと思うんですけどね、こんだけ出てくると。太宰府裏物鍵を使いますか。はい、あったから。モフおじです。結構雑なタイプの人間だとは思うのですが、朝夜のモフさんのご飯をあげるのを忘れたことが今のところ一度もありません。奇跡ですよね。お、急に入れた。こっからダンジョンになってるって感じですかね。太宰府天満宮。まあ、エンカウントするでしょ。あ、ダメだ。兵士寮はこっち。いや、あかん。随分厳重な警戒だ。あちこち見回りだらけじゃないか。なみだ、ここは一つ慎重に見つからないように道を探す。階段がありますね。こっちもいるって感じかな。ですね。いや、行ってみねえとわかんねえんだ。暗いなぁ。暗いね。もうちょい明るくしてほしいですね。お願いします。ここから出してください。わかった。ありがとうございます。誰だよ。あ、これ出せるんだ。ただ、助かった。ありがとうございます。私、神谷ゆ、太郎と申します。ご飯はすいません。神谷太郎。なんだこいつ。どっかで出てくるってことですかね、また。他はいなそうっすけど。誰か出してくれ。誰だ。落ち着きなさい、鬼六。鬼六。でも鬼丸様。鬼丸。そなたらは鬼族の者か。話には聞くが、見たのは初めてじゃ。ね、鬼族は2でも出てきました。どうした、なぜこのようなところに閉じ込められておるのじゃ。私たち何にも悪いことしてません。なのに突然捕まえられて、鬼は悪者だって。そんなのめちゃくちゃですよ。鬼族、仕方ありませんよ。人は鬼族というだけで恐れますから。ねえ、助けてあげましょう。この人たち悪い人じゃないみたい。うん。結構あっぱれ開けられるんです。ありがとうございます。私は鬼丸。ご覧の通り鬼族の者です。いや、この地下の警備薄すぎだろ。こっちは鬼六。私の友人です。そんな鬼丸様。これイケメンですね。鬼丸、私鬼丸様の家来で鬼六って言います。事情があって長崎へ行くところ、鬼族であることがバレてしまい。長崎。足がいけねえんです。隣くん、あの団子があんまりうまそうで、ついかぶってた頭巾を取って食おうとしたら騒ぎになっちまって。もういいんだ鬼六、お前は何も悪くない。でも本当にありがとうございました。これで私たちまた旅を続けられます。もし鬼ヶ島へ来られることがあったら、ぜひ鬼ヶ城へお越しください。鬼ヶ島なんて存在するんだ。わー、楽しみですね。鬼ヶ城。これを。
涙鬼丸の術を手に入れた。それを見せていただければ、私が不在でも鬼ヶ城に入れるよう伝えておきます。なるほどね。ところであなたたちはやるんですよ。なぜこんなところに。金持ち王子のところへ行くのじゃよ。民を救済するためにな。他にも捕まっている人がいて、市村出雲っていう人を知りませんか。知りません。もしかしたら天満宮の中ではないでしょうか。そうだ。おう、隠し通路。見張りの兵士が操作しているのを見たのです。ここから太宰府天満宮の中へ入れます。なるほど。でも気をつけてください。ここから先には見張りがたくさんいます。戦えってことですか。では私たちはここで。本当にありがとうございました。よし、涙、行くぞ。うん、了解。全く屋根が止まる必要なかった。普通にあるもんね。優しいようなセーブポイント、回復付きのセーブポイントがあるね。うわー、これ方向向きのやつですかね。いやー、やっぱそうだ。方向向きのやつだ。いやー、これめんどくさいっすね。これめんどくせえわ。真正面だと思うんですよ。良いか涙。見張りの兵士に見つかるように奥で進もうぞ。幸い周囲はあまり明るくない。正面から見られなければやり過ごそうだ。ここは慎重に行こう。奴らは何か勢いを取られた隙。ないですけど。ちょっと待って、そこいいんじゃん。あっねえ。うよし。いや、これ宝取り放題じゃん。あっ、バレた。これ絶対バレた。精神の音。あっ、この距離大丈夫なんだ。おっと、これ下からじゃない、取れねえパターンか。これなんですかね、関係なし。うわぁ、これどこに行きゃいいんだよ。バーってなってる間になんかする。とはいえ、これ行けるとこねえよ。あ、こっちか、こっちだって。うん、100メガン。いっちゃえ。暗いな。全然見えねえ。オッケー。さらにまだあるんだ。うーわ。いやー、作り込んだね。今回も作り込んでますね。あそこがゴールか。いや、もういきなりあれじゃねえか、いるじゃねえか、あいつ。ここにも見張りがおるな。見つかるように奥へ進もうぞ。あの青い光の場所が出口だよ。あの動き回ってる奴には注意が必要じゃ。焦ったらいいか、物陰を利用して隙を見せるのじゃ。ちょっと一旦様子見ましょうか、これは。いきなりわかんないですね。しかし、ここを通れってことですか、ね、いや、違うな。いや、もういきなり見つかるぜ。こっちか、こっちが正か。うん、出たから。お、カメラ。いや、いや、ちょっと待って。いやー、誰だ。よくそ。いやー、これどこまで運ばれんの。この階にしてくれ、頼む。いやー、2階上は無理だ。ははは、牢屋だよ。
涙さん、ナイさん、大丈夫ですか？いやいや、鬼バレ、はい、来ててくれたんだ。いや、こっからかよ、うぜえな。騒ぎを聞いて、もしやと思ったんです。こんな危ないこともおやめになった方が。なるほど。徘徊してるやつがいるんだね。近くすぐやから、見張りのやつに近づいても大丈夫ですよ。はい。いや、もう初見殺しだって。いやー、まさか牢屋まで戻らされるとは思わなかったな。かなりだるいっすね、これ。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch。アーカイブや動画は YouTube。モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。よいしょ。離れてれば大丈夫っすね、この辺。うん。ここはちょっともうちょい様子見えるときついっすね。いきなりいるもんすか。なるほど。ああいう感じで動いてんのか。どれぐらいで来るんですか。あ、いるわ。いやー、ちょっと待って。いや、近づいただけでアウトで。うっそもう、何回か、お世話になるよ。はい、すいません。結局、ここをクリアするまでは、そこにいてもらうことない。ああいやー無茶しすぎだよいやーかなりだるいっすねこれ。だるい。サボってるやつが狙い目ですよ。毎回ヒント教えてくれる。これ系があるとね、クソゲー集だね。行きましょう。タイミングでここに行けですね。で、こう行ってこうですかね。いやもう上いるだろうからね。戻ってんじゃねえのかよ。ですよ。え、こうか。よーし、来た。武器だ。
槍ってことは牛坊主でいいのかな。おっと来たね、単純にアップだ。これはありがたいですね。気になんな。こっち気になりますね。あー、ダメだ。ここはダメっぽい。ないっすかね、だから。食いって見れるときに、確認すればよかったんですけど。行けなかったんで行っちゃいましょうかね。あ、ここで終わりじゃねえだろ。もう一個ぐらいありそうっすよ。なんでもとっととここは行きたいっすね。あ、問題っすよ。いるじゃねえの。もっといねえよ。まさかのいねえ。まさかのいねえよ。いや、ちょっとここいるな。ここいますね。こういう感じだ、これ。いやー、これむずくねえか。ここ通れってことか。ってことっすよね。ここ通れる？見えねえんだよ。あ、止めた、止めた。暗くて見えねえんだ。一気に行くしかないっすね。よし。よし。オッケー。いやー、なんかこれ系のゲーム最近よくやらされてる気がすんで。幻想水湖でもこんな感じだったもんな。いやー、やっぱまだあるんだ。おっと、どうやら目的の場所は近いようですよ、涙。あと、あの見張りをどうする、やり過ごすかと思ったら心配なさそうじゃん。あの見張りが女に気を取られてるうちに今正面から乗り込んでやろうぞ。正面からいいんだ。しか行くとこない。あ、ちょっと出れるの？まさかのデート？いや、これはバレるって。これはバレるわ、さすがに。気を取られてるうちに。はい。いや、ちょっといるじゃねえか、こっちも。いやー、こっちはどうなの？こっちは気を取られないんだ。じゃあ、こう正面突破しろってことか。こういうことか。あ、で、こうか。ついたね。ついたね。OK。確かにそれミス。いますね、ドイツネーター。あれが金持ち王子か。金持ち王子の方がちっちゃいっすね。
かがでおじゃりましたか、シャンネ様。くだらぬ。もっとわらわの目を楽しませるものはないのか。失礼したでおじゃる。ではこれはいかがかな。ヒロミでしたっけ。市村出雲をこれへ。え、市村出雲だ。だね、本物が来ましたね。この者、市村出雲と申しまして、博多座の看板役者でおじゃる。そのマイタルや尽くす一と評判高く、シャンネ様もご満足いただけるか。窓を開けるとも不散が警備してくれるので、うちは安全ですね。工場は良い。見せてみよ。さあ出雲、シャンネ様に評判の舞をご覧に入れろ。何をしておる。早くいたせ。シャンネ様がお待ちでおじゃるぞ。お断りします。お断った何だと。おやおや、お怒りになりましたか。下品なお顔が、まあ、余計に下品になり下がり閻魔様の裸足で逃げ出すね。いいね、言いますね。なんじゃと。そちは命が惜しくないのか。民から金品巻き上げ、私腹を肥やしたその挙句、化け物に魂を打っちまった野郎の前で見せる芸は、こればかりも持ち合わせちゃいないんだよ。化け物。殺してやる。やれるもんならやってみやがれ。誰かこやつを引っ捕らえろ。誰か、誰かおらぬか。強いんか。誰もおらぬのか。なんで出てこぬ。なんかやってるな、これ、つぐみが。まあ、あなたたちは。ご安心を。あなたを助けに参ったのです。ほう、ずいぶん早いご到着だね、涙。お前が極悪人の涙か。シャンネ様を困らせる悪党が。シャンネ様、どういたしましょう、この者たち。えい、下がれ、下がれ。おじゃれ。マロはジパングの王となるものじゃぞ。大君と同じこと言ってる。このシャンネ様のお力添えで王となるものじゃ。下がれおじゃれ。力借りてんの。足。マロは王にジパンが。ピーピーうるさいね、ジパングの王か。そのような言葉に目の色を変えおって、さほどの器もないくせに欲だけは強い。本当に人間とは醜い。戯れにこのような真似をしてみたが、宴はもう終わりじゃ。見たであろう、これがこの国の支配者の姿じゃ。弱くて卑怯で、こうも浅ましい人間とはこの程度のものじゃ。我々が長き眠りにあった間に人間どもがはびこり、この地は汚され、一よ、火の者よ、我らを否定した結果がこれか。これがお前の望んだことなのか。な、何を言っておるのじゃ。わからない。私、あなたたちなんて知らない。私、何も望んでなんかない。この後に及んで虫唾が走るね。おっと、これは敵なの。うわ、敵なんだ。ここで息の根止めてくれるわ。来たね、シャンネ戦だ。来た来た来た。BGM いいっすね。
ったかね。いや多い、いや想像以上に多いんです。食べてます、ね、いやどうしましょうね。もういきなりぶっ飛ばしてもいいような気がしますけどね。あった、ほら来た、もういきなり来たよ本当に。あれ、これで終わりなんだ。必殺技一発かよ。こうでなければ面白くない。涙、褒めてやろう。さあ、褒美を受け取るがよい。いやー、さらにいんのかい。なるほどね、そりゃ終わんねえか。やはりゼクー様は偉大じゃ。あなたのご意志にこのシャンネ従いましょうぞ。ああ、今度は逃げるんだ。涙、この国を砂に沈めたくなければ、その女を連れて我が城へ来い。我が城魅惑城へ。来たね、魅惑城。さっ、くっそ、このままでは拉致があかん。来るでしょ、つぐみさんが。涙、なんじゃこれは。こっちよ。ああ、いるね、いるね。つぐみさん、さ、早く今のうちに逃げるのよ。優秀ですね、つぐみさん。で、いいし、どこから逃げればいいのこれ。いや、ちょっとエンカウントすんのかよ。まさかのエンカウントするじゃねえか。しかもこう言ったらずし。いや、それ貯めとくか。からのもいい。バフか。バフ。やったぜ。ナミはそっちじゃないよ。じゃねえか。妖来。こんなですよね、多分ね。垂れてるもん。そうっすよね。さっきの4人組と一緒と。力の舞い。待ってれば、ミスってる人なんですか。強いね、強い。
あ、出た。鬼丸見る。皆さん、ご無事でしたか？おお、お主らも無事で何よりじゃ。美しいね、種族を超えた友情ってか。なんだ、裏切りか。鬼の国、人間と鬼なんだ。普段はいがみ合ってるくせによ。モフおじです。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。お前鬼六ではないな。なるほど、シャンネに操られたか。まさか。あ、違う、一物だ。一物。うわ、一物だよ。そうそう、俺よ、一物様よ。うわ、出てきやがったね。何枚ダムでいけよ。何枚ダム。これは一体どういうことなんですか。そいつには一物というやつが取り付いているのです。シャンネと同じアミという連中の一人です。そんな、さあクズ野郎ども、ここで決着つけて。何枚ダムでどうにかしよう。この方たちは私たちの恩人だぞ。なんだ、うるせえな、どけ。鬼六、やめろ。邪魔だっつってんだろ。まあそうなるよ。鬼丸さん。だから邪魔だっつったろ。おのれ、来た来た来た。何枚だ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 。またお前か、神奇な念仏唱えやがって。何枚だ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 。こーつ。いや、もう一物戦終わるまで見てほしいですね。死亡さん、ちくしょう。覚えてろよ。どうせ逃げるから。いやー、こう鬼丸死んじゃったかな。そうですよね。俺は鬼丸様、どうしたのですか。涙さん、誰が鬼丸様を。どういうことですか。まさかあなたたちが。鬼六、違う。なんだ、俺のって違う。まさかそんな。やっぱ鬼六死んじゃったのか。いろいろお世話になりました。鬼丸様と長崎に行くつもりでしたが、もう帰ります。鬼丸様の泣き顔は鬼ヶ島に。それじゃあ、相変わらずの急展開ですね。一目が出るたんびにああいう展開になりそうで困りますよね。それじゃあ私はここで。それはデートコードなんだ。つぐみさん、また行ってしまうんですか。まだやらなきゃいけないことがあってね。つぐみ殿、お主一体何者じゃ。この太宰府で何をしておったのじゃ。さあね、涙、あんた奴らと戦うんだろう。
一葉のことしっかり守ってあげなさい。その子を守れるのはあんただけだよ。なんだろうね、なんか別の正体ありますよね、日の物以外にも。なんかありそうっすよね、裏が。やはり怪しい。でも悪い人じゃないわ。私たちのこと助けてくれたんだもの。それはそうじゃが、一体何が悩みなのか。涙の肉親かもしれないですね。涙は確か流されたっていう話ですもんね。だからおいる両親がわかんねえんだよ。では私もここで早く戻らないと兄が心配いたしますので、涙さんありがとう。あなたたちは命の恩人です。後で博多町の博多座に寄ってください。それでは、うん、博多座に寄ってった方がいいか。この件はもう終わり。普通にいるけどいいし。何を言ってんだ。そっか、金持ち文字はもうあれで死んだのか。いや、もうあっさりですね。イベントシーンあっさり死んじゃうんですよ。登場人物。玉は見ろとか言ってるしよ。いや、というか、ええやつ、やっぱりあれっすね。200条をクリアしないと、この問題解決しないのか、結局。水はどうなったんだよって話。その200条ってどこにあんだよ。やっぱあれかな、あの、砂嵐があったところですかね。であれば、あ、でもこの辺の探索終わってないんですよね。あっちもしれっと見つけた感じなんで。ほとんど減ってねえか。止まんなくて。セーブだけしとくか。まあ、どうせポイントあるもん。200条行ったとして。別の街あったよ。うわー、いっぱいあるなぁ。いっぱいありますね。何があるかっての全然ノーヒントですから。佐賀村。ここは佐賀村だ。でも砂嵐のせいで羽足が上がったままになっている。武器屋も防具も土産屋も全部橋の向こうだった。不便でしょうな。どこに宿屋しかねえのか。
柳川村って知ってる、川下りで有名なのこの佐賀村から渡し船が出てるわ。でも乗り場は跳ね橋の向こうだから今はまだ行けない。クリアした後です。なるほどね。ああ、じゃあこっから先行くのは OK じゃねえといけねえんだ。王子です。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからジョイフル、この店も店を水が売ってないか、そこで4軒目で噂では川向こうの宝山に行けば聖なる水が手に入るって聞いたんだ。うん、でも橋が壊れてさっきに住めないのはどうすればいいんだ。聖水のことを言ってんですか。もう一回行くか。この砂嵐はいつ収まるのかしら。砂嵐のせいで物価は上がるし、橋は壊れるし、井戸が壊れてお水は飲めなくなるし、ほんとろくなことはないよ。いけないっていう。このチャイが好きで毎日通ってたんだけど、こんなに高くなっちゃ厳しいな。なんか売ってないでしょ。うん。あいつ。慌てないよってね、砂足収まると一山積みして休む。子供が足が渡れないので真ん中を、渡ればいいよ。あれ真ん中も渡れないぞ。一番冷静なのは子供でした。金持ち王子が来て以来、この国は散々じゃ。年貢は増え、物価は上がり、さらにこの砂嵐。足はこんなに苦労したのに、奴は太宰府で出たのか。もう済んだよ、その件は。無能な支配者は魔物よりも怖い。このことは今実感しておるよ。私も金持ち王子って大嫌い。大体自分で金持ちって言ってる時点で怪しいのね。王子ってのもなんかうさんくさい感じです。あんな信用したら絶対ダメよ。もういないんで。もういらっしゃらないんで、やつ。足の向こうに恋人の家があるんだ。でも砂嵐のせいでずっと会ってなくて。ああ、かよ。会いたい。いやー、切ないですね、それは。ああ、うるさい。毎日毎日、かよってかよって、あの、大バカよ。泳げる距離じゃないんですかね、あの川があるってことは、ここは水問題困んねえんじゃねえ、うん、川の水でどうにかしろべし、うん、長くかかってるかもしれません。地図がね、行ってねえとこ分かりづらいからやるんですよね。これ覚えます。で、かつこのクソ演歌なんで。どこ行っていいか分かりづらいですよね。確認して、太宰府なんで。
に行ってないって感じなんですかね、もしかして。ここが天狗の庵で博多町村。あ、ここだ。ここですね、多分。あれだ。目的地は。ここだな、砂嵐があったとこです。あ、ここにもあるの。ここにもあります。わー。ここに飛ばされるんだ。いやー、ずいぶん飛ばされたね。あ、なんか、いちいち拡大してがらるんだじゃない。きついっすね、このゲーム。北東は吉野村行ったね。西太宰府は両行ったな。ここは多分見てる。見てるんで、ここも明日に行ってみましょうか。演歌の普通にやってるだけでレベル上がってる。あ、ここもいけねえの。合わせていく。これじゃいけねえかな。なるほどね。うん、これもなんかいったような気がすんの。じゃあ、いっぱい博多に飛ぼっか。キリがないんで。どこまで行けるのか、金山まで行けるのか、はい、博多町、うん、博多が一番広いからですね。博多座に行け。うん。涙さん。私です。覚えてますか？ああ、あれか。あいつか。力を助けられた。神谷宇太郎っすね。宇太郎。そうです。太宰府で助けになった神谷宇太郎です。実は私、長崎で河原版をやってるんですが、で、今も取材してたところなんですが、いや、本当にすごい涙さん、あなたって人は。今、博多座の看板役者、市村出雲さんを救出して、あの金持ち王子の黒い陰謀を打ち砕いたっていうじゃないですか。これはもう大スクープですよ。絶対記事にしますからね。そうですか。で、私考えたんですよ。こんなスクープがまだまだ続くはず。こいつは号外に次ぐ号外、だからあなたにだけ河原版を作ろうかなって。
あなたの無理を広く知らせるための瓦版涙通信です。じゃあ私早速準備始めますから楽しみにしていてください。いやー好きですねこれ系。京都でありましたもんね、ツーの時も。まあ面白いですけどね、記事見て。おっといますね。モフオジです。40代になってもそこまでしまわれてきません。変わったといえば土産に白髪が生えてきたぐらいですね。芸能人見ると50代ぐらいでシワが増えているように見えるので、そこら辺になったら要注意ですね。あなたは、あ、はい、はい、元普通の姿か。あらやだ、私です。いつもですよ。全然違う人みたいです。話は全部弟から聞いたぜ。あんたらシャンネってやつとことを構えるらしいな。俺にも協力させてくれ。聞けばこの砂嵐もそいつのせいだって言うじゃねえか。許せねえ、俺たちの町をこんな風にしやがって。そいつの城とやらには心当たりがある。博多の町でも噂になり始めてる。砂漠の真ん中に現れた竜巻の向こうにでっけえ城があるってな。しかしそのためにはあの竜巻を何とかして越えなきゃならねえ。兄さん、あれが役に立つんじゃないかい？そう、あれだ。あれとは？実は今砂の中を進むからくりを作ってる最中なんだ。お、乗り物ですかね。どんな砂嵐だって地面の下を進んでいきゃへっちゃらだろ。あ、なるほどね、下系でいけと。すごい。では我々にそのからくりを。いや、それがあと少しってところで材料が足りねえんだ。金剛石と金があれば完成できるんだが。いや、金剛石は知らんわ。金はあるけど。よし、金剛石と金だな。わしらに任せてくれ。手に入れてくる。ノーヒントじゃん、金剛石。本当か？そいつありがてえ。じゃあ手に入れたらここへ来てくれ。皆さん、お気をつけて。砂嵐がまたひどくなっているようですから。いや、ノーヒントだよ。いやー、やめてくれ。いやー、金剛石どこにあるんだろうな。お、金は手に入ったの。よし、さあ、あとは金、金剛石だな。いや、金剛石の場所が見当つかねえよ。金剛石、吉野村でたまに見つかる、これだ。吉野村、こっからずっと東、佐賀の東の果てでございます。どうか気をつけて。いやー、めんどくさいですね。あるって言って帰りは飛んでいくか。しょうがないんで。行きまして、うん、行ってます。涙、交通午前3と今これやってるんですけど、なんか徐々に労働のな、労働の鬱陶しさも慣れてきました。あっちはセーブがめちゃくちゃ遅いんで。慣れるもんですね。やっぱ当時はもうこれぐらいのペースでやってたってこと、人間過ごしてたってことですよね。そんな時間を急いで過ごしてないんですよ、この頃の時代。なんて、いや、まあ今もね、そんな急いでやるもんじゃないですよってことですよね。だってこれで耐えてるぐらいですからね。あの、不便だったですね。スーハミからプレステになって、この労働にやられたってことですよね。まあ、
スーパーシーローのそこそこロードありますもんね。ちょっと、あ、しましょう。ちなみに。これか。めちゃくちゃ遠かった。そうですね。あれかな？あれ。消えた。よいしょ。そろそろ涙見てみましょう。覚えてないんですかね。覚えてねえわ。なかなか覚えないっすね、私。当面ジャンプ切りと大切り。あと防御力ダウンとかもあの辺使いながらっていう感じですか。ただこのどこにあるんでしょうね。いや、もうそいつの剣終わって。もしかしてこれ奥に行けるのかな？ここは外でしたよね。ここ行ってねえかな。いや、行ってるな、行ってるわ。道具屋だよ。いやー、しかも売ってねえし。誰かシレット持ってんじゃねえなー。ぱっと見わかんねえ。誰もそれっぽいこと言わねえの。この辺のやつ調べたら出てくるの。まさか。ああ、こっち行けるわ。ここも行ってないですね。高いかし、安心が安心したのに、これじゃ普通の家と変わらんじゃないか。泥棒入ったらどうすんだ。全然安心に来ん。あいつら、こっち入れさせてくんねえの。あ、通してくんないっすね。うん。長老にとりあえず話すか。水を持ってこいって流れなんですかね。本物的には確かにこの村で取れるか。何百年も前の話じゃ、今じゃめったに見かけん。え、ずっとし、早々は手に振ってばんせんよ。おお、そうじゃ。え、この村すまらしの被害を強くして、水が手に入る。あ、水持ってるよ。え、村人みんなのためにたくさんの水を持って、たくさんかよ。お前さんが持てる限りの水を持ってきてくれたら、今後石は譲ってもいいぞ。今は金より水の方が大事じゃ。持てる限りってこれって、あれっすね。空きが埋まるまで持っていけってことか。いやー、うざいっすね、これ。そうっすよね。いやー、これ前の国戻んねえと水なんか手に入んねえよ。いやー。なるほどね。これ前のところに戻れっていう、フラグが発生すんだ。でもしょうがねえっすね、こればっかりは。いやー、ほんとね、なんかね、後出しのフラグがね、多いっすね。
あの筆の剣もそうだったね。ここに行けるんだ。嵐じゃなくてどこでも行けるんだ。じゃあこれ飛べばいいじゃん。この先の先日略称は無法人確実に手に入るとこよろしく、ね、であれば温泉町がいいっすね。別府かな。別府なんだ、極愛に行けるんだ。想像以上に便利でした。そりゃ各町に売ってるわけですよね。団子売ってねえのに。ああ、すいません、喉が。よし、ワンサー買っていきましょう。多分これ以上持ってませんよみたいなこと言ってくるんでしょ。いや、金残しといてよかったっすね。普通に使うことになった。しかもこれ一瞬で全部なくなるってことですよね。渡すんで。いや、9個だと思うんですけどね。いやー、ちょっとこれ何個持てんだわかんないっすね。何個必要なんだよ。20個ぐらい持ってきますか。いや、99個だったらもうさすがに無理ですね。金が足りねえよ。まあ、金足りなくはねえけど。だるいっすね。これひたすらやり続けなきゃいけない。こんなもんすかね。うん、OK。あと2個あった。25個。26個で1個余らせてるって感じですね。よし。いやー、これで足んねえって言われたらクソゲーだな、完全に。完全なるクソゲーです。佐賀の吉野宮。さあどうだ、じいさん。持ってきたよ。
いやー、99個だ。持てる限りのって。最悪だ。いやー、めんどくせえ。これはめんどくさいっすね。いやー、もうクソゲー確定じゃねえかよ。クソゲー確定でした。さて、風の動く子で買ってるしかないですね。いや、もう、金策も必須じゃねえかよ。戦っといてよかったっすね、これ。まあ、足りるんで、とりあえずはじゃあ全部買いましょうか。悪いけど。いやー、これ一個ずつまとめて買えればいいんですけどね、水が。多分どこ行っても単品だと思うんだよな。一回ちょっとあそこ行ってみましょう。細工屋。細工屋行って。ちょっと見てみましょうか。さてもね。普通買えるんであれば、もうそれで買っちゃおうかな。50するんですけど。50するんですけど、複数買えるんであれば、こっちの方が絶対楽っすね。1個ずつやって、99個にしようって、かなり無理があるんでね。てん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 こいつやねこいつやねお前じゃねあーでもあれかこっちはあーいやもったいないまずは水をあんまり買ってあー売ってるんだこれで買えるわこれで買えますこうですねいやー結構がっつり持ってかれたな。で、ちょっと一個使います。ですね、採掘するで。ですね。木材、水晶、水、かな？水晶あるかな？ある。木材、水晶、水晶。ああ、いいっすね。で、もう一個は、眠い石はいらないっすね。黒曜石、銅と黒曜石。銅と黒曜石。あ、千里眼か。じゃあこれを、とりあえず坊主に取り立てるか。いやー、これってあれか。人に掃除させるか。これを掃除させて、いやー、クソゲーでしたね。まさかの99個買わされるって。いやー、こんなゲーム初めてだ。もうそう目にかかれないですね、この99個持ってこれ。てってるね。てってるね。てってる。だ最初の地域のあの筆もさ、どの筆か、ランダムですもんね。あれも切って。
モフおじです。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。てってるで、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 てってるで。オッケー。今この村には激しい砂嵐のせいで水不足が深刻な状況だよ。わずかばかりの混合石が取れれば、今は金より水の方が大事なんじゃ。お願いじゃ、その水、99個と混合石を起こして。はい。おお、水じゃ、これでフラミナは助かる。では、これを差し上げよう。涙、水99を集め、混合石を手に入れた。うん。まあ、これでしばらくは大丈夫でしょう。こいつ。水99個ですから。いや、でもこの後クリアするからさ、結局水手に入ると思うんですけどね。こんなにもらわなくても。畑か。ちょっと結構長く続いちゃったんで。その私も次のパートでやりましょう。まあ間違いなくなんか手に入って地下系で行くって流れですね。あ、なんで次回はそこから始めたいと思いますんで、まあよろしくお願いします。次回は、宮城城ですね。宮城城の攻略。やっていきたいと思います。よし。では、それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。